皆さんこんにちは、水おじさんです。今日はですね、 iPhone の Pro Max シリーズを並べてどんな違いがあるのか、機種変更を考えている方のために解説していきます。とにかく人気のね、 Pro Max シリーズ、こう並べてみると毎回こう発売時にワクワクしてきたことが思い出されます。そして各 Pro Max 以外にプロモデルというのも存在するんですが、例えば13 Pro Max ではなく13 Pro、 これはほとんど同じなので、もしね、プロの方も視野に入れているのであれば違いがあるところは解説していきますので、そちらも参考にしてください。そして価格についてはこちらのようにもちろん準備はしております。ただしですね、 iPhone 16 Pro Max 以外はもうすべて Apple としては販売終了していますので、中古相場価格、だいたい平均値を取った価格になりますので、こちらも見ていきましょう。これ性能の違いもパッと見でわかるのでかなり参考になるはずです。ただし今の価格表は機能の違いを解説してからの方が頭に入りやすいと思うので、まずはそちらを行っていきます。またこのチャンネルでは iPhone 14、15、16どれに機種変すべきか、これらを丁寧に解説している動画や、16の中ならどれを選択すべきか、そういった動画もありますので、機種変更を考えている方はこちらの動画も見逃さないように今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで今回対象としている iPhone は左から iPhone 13 Pro Max、 14 Pro Max、 15 Pro Max、 16 Pro Max となります。これだけ並ぶと圧巻ですよね。でカラーについては13 Pro Max から解説していきますが、まずはアルパイングリーン、これは発売から半年後に追加されたカラーですね。そしてシルバー、これはホワイトっぽい色でした。続いてゴールド、13のゴールドはかっこいいですよね。もう一つがグラファイト、これはブラックの代わりですね。そして人気のあったシエラブルー、これは今でも人気ですよね。この色合い大好きだという人、ぜひねコメントください。私も一番好きです。そして14 Pro Max、 これは前面に出ていて一番有名なのがまずディープパープル、そしてゴールド、これややクリーム色っぽいんですよね。続いてシルバー、これも白っぽい色で、もう一つがスペースブラック、やはり白系と黒系はね揃えているイメージです。そして15 Pro Max、 ここからはチタニウム素材になるんですが、まずはこのナチュラルチタニウムですね、おそらく飽きのこない色。そしてブルーチタニウム、これはかなり濃いブルーでしたね。もう一つがホワイトチタニウム、これはねものすごく綺麗です。最後がブラックチタニウム、これもチタニウム素材だとかっこいいですよね。そして16 Pro Max になると、15 Pro Max と一種類しか色は違わないんですが、まずはデザートチタニウム、これがね一番前に出ているモデルですね、かつ新色です。これとナチュラルチタニウム、ホワイトチタニウム、ブラックチタニウム、これらは15 Pro Max にもあった色ですね。なので本当に新色としてはデザートチタニウムのみということになります。 Pro Max ぐらいになるとカラーで選ぶということはあんまりないかもしれないんですが、皆さんの好きな色ぜひねコメントで教えてくれるとありがたいです。私は13 Pro Max はシエラブルー、14 Pro Max はディープパープル、15 Pro Max はナチュラルチタニウム、16 Pro Max はやはりデザートチタニウムですね。いや全部かっこいい。そして価格については先ほど言った通り、16以外は中古価格の相場、そして16 Pro Max は今売っている価格で後で解説いたします。まずは機能の比較に行きましょう。はい、まずは大きな違いから解説していきますが、13、14、15については画面のサイズが6.7 インチなんですが、16 Pro Max で 0.2 インチ大きくなって 6.9 インチです。これは iPhone 史上最大のサイズとなります。そして全機種においてスーパーレティナ XDR ディスプレイ、これとプロモーションテクノロジー、これらは4機種とも搭載されています。これは何かというと、上が有機 EL ディスプレイ、そして下がプロモーションテクノロジーというのは、標準モデルに比べて最大 120Hz で動作します。標準モデルというのはいわゆるプロとかプロマックスつかないモデルです。ミニだったりプラスだったり、これも標準モデルに含まれます。そういったものは 60Hz、 パラパラ漫画で言えば1秒間で60枚で動くんですが、プロマックスは違います。最大 120Hz で動作します。1秒間に120枚パラパラ漫画があるということなので、標準モデルより倍滑らかに動きます。特にゲームではね大きな力を発揮しますので、ここが気に入っててずっとプロモデル使っているという方も多いのではないでしょうか。そしてその下はちょっと違いがあって、13 Pro Max にはない機能なんですが、14、15、16 Pro Max には全てあるのがこの常時表示ディスプレイです。通常 iPhone だと画面をロックしてしまうと真っ暗になるんですが、常時表示ディスプレイに対応している場合はロックをかけても時計や通知、壁紙の写真はうっすら表示されています。なのでよく iPhone を机に置いとくと、トンとねワンタップして時計を見たり通知を見たりしている人いると思うんですが、そういったことしなくても常に見えています。もちろんオフにもできますので、バッテリーが気になるという方はオフにして使いましょう。ただかなり私は好きな機能です。推しの写真を設定していつでも見れるようにしています。そして背面と素材
材についてなんですが、背面のガラスはすべてテクスチャードマットガラス、これになっているんですが、素材については13と14 Pro Max がステンレススチール、15と16 Pro Max はチタニウムになっています。ここ実は大きな違いで、後で重量出てきますが、とんでもなくチタニウム軽くなってます。やはりステンレス時代はですね、かなり重いです。そしてその下も違います。13、14 Pro Max は着信と消音スイッチなんですが、15と16 Pro Max はアクションボタンというものが搭載されています。これは13、14が上下の切り替え式のスイッチ、いわゆるマナーモードのスイッチですね。これが機械的なスイッチだったんですが、15、16の場合はアクションボタンといって、長押しで切り替える仕組みになっています。基本は先ほどのようにマナーモードの切り替えになっているんですけれども、何でも設定できるようになっているので、アクションボタンという名前になっています。例えばカメラを設定するとか、すぐ翻訳機能を立ち上げるとか、ショートカットを立ち上げるとか、そういったことがアクションに設定できるようになっています。カスタマイズが可能ということですね。この辺はかなり自由度が高くなっています。そしてもう一つ、15と16の Pro Max にあるのが、この Apple Intelligence のために設計というところ。これは Apple が考えた AI、 Apple Intelligence に対応しているということですね。13と14は残念ながら対応していないので、これから AI 時代に少なからず突入していくので、そういったことに興味がある方はやはり15か16 Pro Max を選びましょう。日本での開始は2025年が予定されています。続いては処理チップ、性能についてなんですが、13 Pro Max が A15、 14 Pro Max が A16、 15 Pro Max が A17 Pro、 16 Pro Max が A18 Pro ということで、一つずつ上がっています。特に15 Pro Max からは Pro という名前がついて、16 Pro Max でもそれが引き継がれています。ここはほぼ表記の問題だとは思っていますが、処理性能自体はどんどん上がっています。特にA18 Pro に関しては Mac で動作している M1 以上の性能になってきているので、かなりの高性能です。もう一つ、16 Pro Max にしかない機能として、このカメラコントロールというものがあります。新たなボタンが追加されているんですね。他にはありません。これどういうことかというと、より簡単に撮影する方法ということで、この場所、これ電源ボタンの下なんですけれども、ここが軽く押したりスワイプしたり、そういったことでズームを行ったり写真を撮ったり、いろいろできるようになりました。カメラが起動してなければ起動して、起動していればそれはシャッターになる。とにかく快適にカメラが使えるようになっているので、どれでも写真は綺麗なんですが、撮り方がさらに簡単になっているというところで、16 Pro Max に有利な機能が一つあります。そして肝心のカメラ性能ですね。これはやはりですね、年々良くなっていて、まずは13 Pro Max については、画素数だけで測ると、まず12メガピクセル、これは1200万画素ですね。それが14 Pro Max では4倍の48メガピクセル、これは4800万画素になります。そして15ではもちろん48メガピクセルの撮影が可能なんですが、それ以外に24メガピクセルも選べるようになりました。そして16 Pro Max は名前が少し変わって、48メガピクセルフュージョンというカメラの名前になって、超広角マクロ撮影などが48メガピクセルで撮影可能になりました。今までの超広角は全て12メガピクセルなので、これはかなり写真好きには嬉しい変更です。さらに動画の撮影についても、このドルビービジョン、最大 4K120fps の撮影が可能になっています。動画を撮る人にもかなり有利ということになります。そして Pro Max といえば望遠がついているんですが、これに関しては13 Pro Max が 0.5 倍と等倍、3倍までズームが可能です。14 Pro Max では 0.5 倍、等倍、2倍が加わって3倍も可能になりました。そして15 Pro Max では今まで3倍だったものが5倍になっています。それ以外は変わりません。そして16 Pro Max も同じですね、5倍まで可能です。そしてここで15 Pro Max だけ Max じゃない方のプロモデル、これとズームオプションが違うので解説しておくんですが、15 Pro の場合は5倍ではなく3倍です。ここはプロとプロマックスで違うので注意してください。ただし16についてはプロもプロマックスも両方5倍になっています。ここの性能でどっちを選ぶかということは考えなくてよくなりました。そしてその下、13 Pro Max にはない機能として、14、15、16 Pro Max にはダイナミックアイランドが搭載されています。これはいろんな情報を表示できるサブディスプレイのようなものです。タイマーを表示したり、音楽を表示したり、停電力のお知らせが表示されたり、マナーモードにした時もここに表示されたりします。簡易的な操作、再生とか停止とか、そういったことも可能なので、今ではないと寂しいものになってきました。そして緊急 SOS については、13だけやはりここの2つがないんですが、その2つは14、15、16 Pro Max にあって、衛星経由の緊急 SOS、 衝突事故検出、これが2つともあります。まず衛星経由の緊急 SOS というのは、そのままなんですが、宇宙の衛星を経由してメッセージで緊急 SOS を呼ぶことができます。いつ使うかというと、電波が全
全く届かない場所、例えば登山で遭難したとか、 Wi-Fi も届かない、携帯電話の電波も届かないというところではそれが可能になっています。海とか山とかそういったところではかなり安心な機能になってきます。そしてその下、衝突事故検出はこれも名前のままですが、例えば交通事故を起こして iPhone がそれを検知したとき、そこからアラームが鳴るんですけれども、しばらく触らない場合勝手に緊急 SOS の電話をします。今事故った人、要は運転者が動けないんだなという判断をして電話をするので、これは結構ね、世界中で命が助かったという報告もあるので搭載されている方が安心です。でその下、バッテリーですね。これは気にしている人多いと思うんですが、最新になればなるほど、というか最新がものすごい進化を遂げています。どのくらいかというと、まずこの時間はビデオ再生というところを覚えておいてほしいんですが、13 Pro Max は28時間、14と15 Pro Max は最大29時間、1時間長いですね。でさらに16 Pro Max ではなんと4時間伸びて最大33時間です。これは圧倒的ですよね。この背景にはバッテリー容量を増やしているのもあるし、チップの進化もあります。4時間って言ったら映画2本分、これを見てもまだ Pro Max 分残っているということになるので、16 Pro Max がどれだけ多いかというところが分かっていただけると思います。そして充電方法とデータ転送のところに使うコネクタなんですが、これは13と14 Pro Max はライトニング、15と16 Pro Max は USB-C になっています。速度も全然違います。13と14は USB-2 に対応ということで、これは速度に表すと最大 480Mbps、 そして15と16は最大20倍速いデータ転送ができる USB-3 なので、これは単位ももう変わって 10Gbps、 まさにここに書いてある通り20倍速いんですね。でよくする話なんですが、13、14では20分かかる処理が、15、16では1分でデータ転送が終わるということになります。もちろん理論値ではありますが、かなり早いことはわかると思います。そして生体認証については全て顔認証、フェイス ID になっているのと、通信方式は全て 5G に対応しています。あとは前面のガラスなんですが、これは13、14、15 Pro Max は全てこのセラミックシールドというものが使われているんですが、16 Pro Max だけ最新世代のセラミックシールドとなっていて 50% 丈夫なガラスとなっています。実はこういった進化もしているので、よく落としてしまう人なんかはこれは良い対応ですよね。そして耐水に関しては全て一緒、水深6メートルで最大30分間の耐水性能があります。マグセーフの充電とか対応のケースについては全て対応しています。ただし16 Pro Max だけ最大 25W でのマグセーフ充電が可能です。13、14、15 Pro Max は 15W 充電になります。これどのくらい速いかというと、30分で 50% 回復する速度、今までだとマグセーフ結構遅かったので、これはかなり嬉しい変更ですね。そしてストレージ容量について、これは13と14 Pro Max は 128GB から 1TB まであるんですが、15からこの 128GB はなくなりました。なので15と16 Pro Max は 256、512GB、 1TB の3種類になっています。そしてここでちょっとプロモデルとまた違いが出るんですが、15 Pro と16 Pro Max じゃない方では 128GB が存在します。ここも購入にあたっては注意ですね。そしてディスプレイの細かな違いについては、先ほど言った通り13 Pro Max にはダイナミックアイランドとか常時表示ディスプレイがないんですが、それ以外で違うところとして、ここ明るさですね。ここが13 Pro Max とそれ以外で結構変わっています。まず最大輝度、標準としては1002と、この2とというのは明るさの単位なんですが、ここは変わりません。ただピーク輝度になってくると、13 Pro Max だけ1202とですが、14から16までは全て1602と、さらに屋外ピーク輝度については2002とになっています。これは外でね、太陽が当たっていても2002となら全然見えるようになります。夏場よく外を歩くといった方にはやはり明るい方がいいですね。そして16 Pro Max にだけ最小輝度12とというものがあります。これは最大限暗くできるという意味なので、真っ暗なところで少ししか電力使いたくないという時はここまで落とせるということになりますね。そしてもう一つ細かいところ、ちょっとここは面白いんですが、サイズと重量ですね。サイズ自体は13、14、15ほとんど変わりません。ただ16 Pro Max だけはそもそも画面のサイズが大きくなったので、やや背が高くなってます。どのくらい高くなっているかというと、他がだいたい 160mm なのに対して13 Pro Max だけ 163mm です。なので背の高さ 3mm 近く大きくなっているということですね。ここが違うのと、もっと面白いのはやはり重量ですね。最初の方に話した通り、チタニウムでどれだけ軽くなったかというところを見ていくと、まず13と14 Pro Max についてはどんどん重量上がってきてたんですね。まずは13 Pro Max は 238g、 14 Pro Max は 240g、 これはねもうかなり重いです。そして15と16 Pro Max はチタニウム素材になって軽くなったので、重量なんと 221g、 前回の14 Pro Max から 10g
19g 軽くなりました。そして15から16 Pro Max には 6g ほど重くなるんですが 227g、 これでもまだ13 Pro Max より 10g 以上軽いです。これはもうチタンのおかげですね。ここは嬉しい方多いんじゃないでしょうか。そして何気に変わっているのがワイヤレス通信方式なんですけれども、13、14 Pro Max は Wi-Fi 6対応、そして15 Pro Max は Wi-Fi 6E まで対応、16 Pro Max に至っては Wi-Fi 7まで対応しています。7は結構劇的な変化なので普及はまだまだですが、これ使える環境の人はかなり早い体験できるのではないでしょうか。そして Bluetooth も若干違います。13 Pro Max だけ 5.0 ですが、他14、15、16は全て 5.3 になっています。ここは今ね、Apple 製品では特に違いは現れていませんが、もしかしたら 5.0 が使えない機能などが出てくる可能性もこれからちょっとあります。はい、そしてみんな気になるバッテリーの部分ですね。これは最初に説明した通り、ビデオ再生については13 Pro Max が28時間、14 Pro Max と15 Pro Max が29時間、16 Pro Max は33時間ということで、最大5時間の差があるということになるんですが、その下のビデオ再生のストリーミング、これはネットでダウンロードしながら見るもの、 YouTube とか Netflix とか、どちらかというと現代ではメインの機能ですね。これになると13、14、15 Pro Max 全て同じ最大25時間になっています。ただそんな中でも16 Pro Max は最大29時間ということで、やはりとんでもなく強いことになってます。あとオーディオ再生についても同じですね。13、14、15までは最大95時間で同じで、16 Pro Max だけ105時間なので、やはりバッテリーのことを考えると16 Pro Max が最大級にすごいということになりますね。はい、ということでここまでが機能の違いなので、次は中古相場を含めた価格一覧を見ていきましょう。はい、こちらが iPhone 13、14、15、16 の Pro Max 価格一覧表になります。全部 Pro Max 並ぶとすごいですね。ここに機種名があるのと、縦にストレージごと、そしてそのストレージごとの価格が書いてあります。最初の方にも言いましたが、16 Pro だけは Apple 販売の価格ですが、13、14、15については全て中古の相場、だいたい平均ぐらいです。これより安いものもあるし、状態が良ければ高いものもあります。なのであくまで参考値ですね。だとしてもやはり一番安くても10万円くらいするイメージはあります。そしてその下には機能の違いを書いています。ここの価格差というものがだいたいここの違いに現れているので、そういったところを考えながらここを一時停止してみても良いと思います。ただし私の解説を聞いてからの方が頭に入ると思いますので、まずは聞いてください。で、中古相場の価格ではありますが、先ほど言った通り13 Pro Max の 128GB だとしてもだいたい10万円ぐらいします。これより安いものももちろんありますが、今でも人気ですね。 iPhone 13は2021年発売です。で、発売時の価格は 128GB で 134,800 円でした。2021年の製品が数年経ってまだ10万円で売られています。 iPhone がどれだけね、高い人気を誇るのかわかります。そしてお隣の 14 Pro Max、 これも2022年発売ですが、まだ14万円します。当時いくらで発売されたかというと 164,800 円です。なので3万円くらいしか安くなっていません。ほんとすごいですよね。で、下に行くにつれ1万円、2万円、3万円ずつ上がっていきます。13はようやく全部安くはなってきましたが、14はまだまだ高いです。そして15なんかはほぼ定価に近いですね。128GB がなくなったので、256GB からというところもありますが、17万5千円スタート。これはなんと1万ちょっとしか下がっていません。もともとこの値段、お隣の16 Pro Max と同じ値段で売られていたので、これだとだいたい1万5千円くらい安価にはなっていますが、512も 1TB についても同じです。隣の16 Pro Max と同じ値段で売られていたので、ほとんど値段が下がっていないこと分かりますよね。もちろんだんだん15 Pro Max も下がっていくと思います。そうだとしてもかなり高い価格です。なので正直中古で今ここ15 Pro Max を選ぶなら16 Pro Max を選んだ方がいいのではと私は思っています。なぜならこの価格差しかないのに A17 Pro から A18 Pro、 性能もアップするし画面サイズもアップする。重量はね、やや重くなりますが、バッテリーは4時間プラスです。ここだけでここの価格差埋められるんじゃないかっていうぐらい持つので、私としてはそう考えます。で、14も結構高いんですが、13くらいになってくるとね、性能このくらいでもプロが使いたいという時には良いのかなとは思っています。例えば 120Hz、 これを絶対に使いたいという人はやはりプロかプロマックスがいいですし、 A15 以降のチップであればバッテリーはかなり持ちます。例えばこの13 Pro Max の一つ前の12 Pro Max の時、このビデオ再生時間何時間だったかというと、なんと20時間です。8時間も少ないんですね。なのでプロマックスを買うという意味では、今から買うのであれば A15 以降、それは iPhone 13以降となるので、それであればビデオ再生時間かなり長いです。ただその上で伸ばしてきた16はかなりすごいということですね。では最後、買い方などを含めてまとめていきましょう。
い、ということで機能比較と価格一覧の方を見ていただきました。基本的にプロモデル、要はプロとプロマックスというモデルは Apple は世界に一つと考えていて、最新が販売されるごとに過去のプロ、プロマックスは販売終了となってきました。なので今から買うならもちろん16プロマックスという考え方にはなるんですが、先ほどの価格表を見てもわかるんですが、一番安価なモデルだと約10万円ですが、16プロマックスだと最低でも18万9800円なので約10万円近くの差も出るので、そういった意味では安価なモデルで 120Hz モデルを楽しみたい、もしくはバッテリーが結構持つものを使いたいという選択方法はありです。ただ13に関してはそれも大丈夫、14に関してもだんだんね安価になってきたので、ダイナミックアイランドが搭載されているというところでも14まで選ぶ価値はありかなと思います。ただ15に関してはやはり16との価格差がかなり狭いので、パワーアップ具合を考えると、先ほども言いましたがバッテリーもチップも伸びているというところを考えると、15を今から買うのであれば16 Pro の方がいいかなと私は思っています。15 Pro が悪いと言っているわけではなくて、16 Pro がかなり良くなったというところですね。もちろん今の市場価格を見るとそうなるということです。15 Pro Max がもっと安くなる、例えばやっぱり3万円以上の差がつくのであれば、だんだんと視野に入れてもいいのかなとは思います。皆さんもそういった考え、例えばいや14 Pro Max に何々がある、15はあれがある、13で全然十分だとか、そういった思いがあればぜひコメントいただければと思います。はい、ということで今日は13、14、15、16のプロマックスを並べて解説いたしました。基本的にはどれを買ってもいいものです。何の文句も出ないと思います。ただしやはりね、機能比較で解説したような違いがあるので、せっかく高いお金を出すのだからきちんと選びましょうというところですね。一つ考え方に入れてほしいこととして、高ければ高いほどサポート期間も長いというところも含まれている。これも考えに入れておいてほしいです。チップがね、一つ上だと1年以上長くサポートされることも多いので、そういったところも含めて、あ、高いけど長く使える、安いと若干短くなる、そういったところも考慮に入れてみてください。またこのチャンネルでは標準モデルの iPhone 14、15、16、この中からどれに機種変するか、機能の違いや価格の違いを丁寧に解説している動画や、16の中からならどれを選ぶか、これも価格一覧、機能比較を丁寧に解説していますので、機種変を考えている方はこれらの動画も見逃さないように、必ずチャンネル登録だけはお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。